よし、行くぜ。ディファールバーサスベイブレード。3、2、1、ゴー、シュッ。わお。これダメね。さすがにベイブレードもディファールには勝てんですかね。ゴー、シュッ。おはは。はい、こんにちは。おもちゃんねるんでーす。今日はヨドバシカメラさんへ任天堂スイッチの予約に行ったついでに、はい、これ買ってきました。めちゃくちゃ今更なんですけど、ついに僕もベイブレードをやってみたいと思います。今回買ってきたのはベイブレードバーストのジェイルヨルムガンド ICY。 なかなか噛んでしまいそうな名前ですね。パッケージはこんな感じ。スタミナタイプの相沢仁モデル。セット内容こんな感じです。レイヤーとディスクとドライバーですね。で、あとステッカーと説明書で、反対の側面はこんな感じ。デュアルレイヤーシステムとは、ベイのレイヤーが二重の刃で構成されたデュアルレイヤーに進化。なるほど、上段刃と下段刃っていうのがあるんですね。で、背面の説明も見ておきましょう。ジェイルヨルムンガンド、毒蛇ヨルムンガンドモチーフ。アッパー2倍刃で相手の攻撃をいなしつつカウンター攻撃も可能なスタミナ系のデュアルレイヤー。インフィニティ、表と裏の面が滑らかにつながることで空気抵抗を減らしつつ遠心力を生むことのできるスタミナ型ディスク。サイクル、フリー回転する大型2倍刃のパーツにより遠心力を強化し長く回転し続けるスタミナタイプのドライバー。そしてスペックも見ておきましょう。スピンフィニッシュが得意。パロメーターはこんな感じですね。まあど素人なんでね、説明が下手くそで申し訳ないんですけど、箱に書いてあることはこんな感じですね。あ、値段はね、895円でした。で、もう一つがソードランチャーブルー。これは先に値段を650円です。で、実は僕すでにベイブレード遊んだことがあって、遊ぶためにこのセットとあとこれですね。これはなんかね、何が出てくるかわからないやつで、ちょっといいやつが出たみたいなんですけど、こんな感じで買い揃えて軽く遊んでいたら、このね、ソードランチャーがね、すごくね、調子が悪くなってしまって、本当はね、こう軽く抜けるんですけど、すごくもう抵抗がある感じなんで、全然使い物にならなかったんですね。多分僕何も知らずにここをね、ちょっとカリカリしすぎて、それで多分ギアが悪くなったんだと思います。で、買い直そうと思ったんですけど、ちょうどいいタイミングでこのブルーが出たんで、今回こちらも購入しました。多分使い心地とかは同じだと思うんですけど、まずとりあえず開けてみましょう。あ、でも一応ちょっとパッケージの方、ソードランチャーブルーの能力値はシュートパワーは4つで、扱いやすさが3で、カスタマイズ性が1つ。ソードを刺す方向によってノーマルサイドとパワーサイドが切り替えられるようになってます。さあ、では出してみましょう。ソード自体はこんな感じで、持ち手の部分は黒色で、シールは最初から貼ってありますね。こっちのやつは自分で貼るタイプだったんですけど、まだ貼っていません。で、この部分の形は全く同じで、刃の部分も色が違うだけで全く同じだと思います。反対側も同じですね。刃の数も一緒だと思います。で、こっちの青い本体の方、これも色が違うだけで全く同じような感じです。で、使い心地はまず空で、おー、なかなかいい感じですね。やっぱり新品。あー、やっぱりこれがちゃんとしたやつか。めっちゃスムーズ。これね、本当に音聞いてわかるようにめちゃくちゃ硬いんですよ。本当にね、この間ね、他の YouTuber の皆さんと勝負したんですけど、ぶっ壊れてて全く勝負にならなかったです。さあ、ではこちらも開けていきましょう。さあ、どんなコマちゃんが入ってるんでしょうか。ほいほいほい。これがシールと説明書で、そしてレイヤーディスクにドライバー。では出してみますか。まずはレイヤー。はい、まずシール貼る前軽く見ておきましょう。こんな感じになっております。まあ、僕自体ね、本当にまだまだド素人なんで、なんてコメントをしていいのかわからないんですけど、見た目はなかなかかっこいいですね。で、これがディスクですね。こんな形状になってます。そしてドライバー、こんな感じ。あ、ここで別々に回るようになってるんですね。ではちょっとシールを貼る前に組み付けてみましょう。はい、できました。おほほほ、なかなかかっこいいね。わー、強そう。本当に早くちょっと勝負で使ってみたいです。さあ、ではシールも貼って仕上げてしまいたいと思います。シールはこんな感じですね。あか、素人すぎてシールの位置が全くわからない。貼り方どこですか。ありました。貼り方こんな感じです。おお、これはなかなか難しい。結構細かいですね、ベイブレードのシール。ちょっと回転の美しさを左右しそうなんで、
ここは慎重に綺麗に仕上げていきたいと思います。ファイヤーファイヤー、綺麗に貼れるか。 OK、 お星様は大好きな赤色をチョイス。はい、なんとか綺麗に貼れたと思います。こんな感じです。初心者にしちゃマシでしょ。はい、完成。おお、しっくりきました。かっこいいです。やばい、早く回したい。よし、じゃあこいつを使って回しちゃいましょう。これをつけて、でね、僕ね、スタジアムがね早く欲しいんですけど、まだ持ってないんでね、とりあえずちょっと軽く机の上で掛け声何でしたっけ、ガーガーガーでしたっけ。 OK、 ヤフー知恵袋で調べました。3-2-1-GO シュートですね。よし、ちょっとやってみます。3-2-1-GO シュート。おー、どこ行くどこ行くどこ行く、あたたた。よし、もう一度3-2-1-GO シュート。おー、こっち来るこっち来る、あかん、そっち行け、お前、あ、そっち行け、そっち行け、こんな感じ、待ってるよ待ってるよ、いい感じで待ってるよ。おー、かっこいいね、かっこいいね、すげえ、めっちゃ落ち着いてここで回ってる。どうしたの、あ、どうなの、こっち行ってこっち行って。おー、安定した回転ですな。なるほど、ちょっとなんかスタジアム的なものを探してきます。よし、ええもん見っけました。ちょっと歪んだティファールの鍋、ちょっとね、こんなんしか使えるもんなかったんですけど、ちょっとこれでやってみたいと思います。さあ、では確実に嫁には怒られそうですけども、ティファールベイブレーダーデビューします。よし、行くぜ。ティファール VS ベイブレード、3-2-1-GO シュッ。はい、いきなりバースト、これダメね。めちゃくちゃおもろいですけど、もう一回ちょっとやってみよう。さすがにベイブレードのティファールには勝てんですかね。では面白半分で、良い子の皆さん真似しないでください。3-2-1-GO シュッ。おはおはい、ティファールの鍋には絶対勝てませんので、皆さんやめておきましょう。はい、てなことで、今回は初めてこのチャンネルでベイブレードをスタートしてみました。いやー、本当にね、この駒遊び、僕結構な大人なんですけど、最近ね、ほんまに楽しいです。つい先日、他の YouTuber の皆さんと3人で対決してきたんで、またその動画は後日公開したいと思います。なかなかね、あまりベイブレードを知らない無邪気なおじさん3人が楽しく遊んでる動画なんですけども、ぜひそちらもご覧ください。では今後もベイブレード、まだまだド素人ですけど、ちょくちょくお送りしたいと思うんで、そちらのご視聴もぜひぜひお願いいたします。それではまたお会いしましょう。おもチャンネルのタルでした。さよなら、バイバイ。